お世話になっております、マサルです。今回は FTP ファイルトランスファープロトコルについて一緒に勉強していきましょう。それでは始めていきます。FTP とはコンピューター間でファイルを転送するときに利用されるプロトコルです。 FTP でファイル転送するときには FTP のクライアントソフトを使って接続する方法があります。 FTP のクライアントソフトで FTP サーバーに接続するためにはログインする必要があります。 ID とパスワードを使ってログインを行います。ログインした後に操作を行います。このように ID とパスワードで接続してくるユーザーを確認することを認証と言います。 FTP には認証機能があることは覚えておきましょう。ログインするときには認証情報としてログイン ID とパスワードを入力します。正規の情報を入力すれば FTP サーバーにログインしてファイル転送が行えるようになります。 CCNA の範囲ではないと思うんですが、補足事項としてアノニマス FTP サーバーと FTP サーバーの話をしておきたいと思います。アノニマスというのは匿名のという意味を持っています。例えば FTP サーバーを不特定多数の人で利用したい場合はアノニマス FTP サーバーが利用されます。アノニマス FTP サーバーの場合はログイン名に FTP もしくはアノニマスと入力するとパスワードが何であっても認証されて利用できるようになります。では話を戻して FTP の細かい仕組みについてお話ししていきます。FTP は2つの TCP コネクションを使います。1つはデータ制御用のコネクション、もう1つはファイル転送用のコネクションです。制御用のコネクションではユーザー ID やパスワード、ファイル転送のための指示の情報がやり取りされます。このコネクションではファイル自体の転送は行われません。ポート番号は21番が利用されます。ファイル転送を行うのはファイル転送用のコネクションです。ファイル転送はポート番号20番で行われます。このように2つのコネクションを利用する理由は柔軟なファイル転送をするためだと言われています。例えばファイル転送中にファイル転送をキャンセルしたい場合、データ制御用のコネクションを使って指示を出すことでファイル転送を途中で止めることができます。コネクションを2つ持っておくことで柔軟なファイル転送ができるということです。試験対策として FTP は TCP のコネクションを2つ使うこと、1つは TCP の20番、もう1つは TCP の21番です。ポート番号もしっかり覚えておきましょう。さらにプラスアルファの知識になりますが、 FTP はセキュリティの観点からすると不安があることも知っておくと良いと思います。制御用のコネクション21番でユーザー ID やパスワードの情報をやり取りするとお伝えしましたが、 FTP の情報は暗号化されていないので、もし通信内容を第三者に盗聴されてしまうとユーザー ID やパスワードの情報が流出してしまい不正アクセスされてしまう可能性があります。このようなセキュリティの不安を解決するために SFTP というプロトコルがあります。 SFTP を使うと通信経路中のデータが暗号化されます。もし通信内容を第三者が盗聴したとしても暗号化されている情報なので第三者はユーザー ID やパスワードを特定することができません。 SFTP はプラスアルファの知識ですが、このようなことを知っておくと現場に出た時に CCNA で勉強した知識と現場とのギャップが埋まっていくと思います。それでは今回は FTP について一緒に勉強しました。今回の学習内容を最後にまとめておきましょう。今回は FTP ファイルトランスファープロトコルについて一緒に勉強しました。FTP にはユーザー ID とパスワードでユーザーを確認する認証機能があります。不特定多数の人が利用するアノニマス FTP についてもお話しました。 ID として FTP もしくはアノニマスと入力するとパスワードが何であっても利用できるようになります。アノニマス FTP は不特定多数の人が利用したい場合利用される FTP サーバーです。 FTP の仕組みについてもお話ししました。 FTP は2つの TCP コネクションを使います。1つはデータ制御用のコネクション、もう1つはファイル転送用のコネクションです。データ制御用は TCP の21番、ファイル転送用は TCP の20番です。コネクションを2つ使うこと、それぞれのポート番号20番、21番しっかり覚えておきましょう。さらに FTP には暗号化機能がないので、セキュリティ面から少し不安があるという話もしました。セキュリティ面を解決するために現在は SFTP というプロトコルがあります。
SFTP を使うと暗号化した状態でデータを送ることができるので安全にファイル転送をすることができます。はい、それでは今回は FTP 一緒に勉強してみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が参考になれば高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。